こんにちは。地域生態システム学科2年生の前田ゆずきです。本日は、私が地域生態システム学科を志望した理由、実際の学生生活、将来の夢、そして農工大の好きなところについてお話しさせていただきます。まず、私が地域生態システム学科を志望した理由についてお話しします。私がこの学科を志望したのは、高校生の時に、環境問題についてすごい危機意識を持つようになり、大学では環境保全について学びたいなと思ったからです。環境保全について学べる数ある、他の大学、学科の中からこの学科を選んだのは、学べる分野の幅広さとか、あとはフィールドワークの多さにとても魅力を感じたからです。そのようにして入学した地域生態システム学科での実際の学生生活についてお話しします。この左に見えるのは、2年生の7月までの私の時間割表です。月曜日から金曜日まで授業があって、多い時は1日5時間ほど授業がありました。結構たくさん授業があって、他の大学の理系学生の人と比べると少し忙しめなのかなという印象があったんですけど、その分学べることの幅が本当に想像していた以上に広かったです。このようにして学んでいるだけですごく自分の将来の選択肢というものを広げてくれる、そんな学科だなというふうに思っています。また大学内にいるヤギとか牛とかと実際に触れ合いながら体の構造を学んでいくというような授業もあってとても楽しいです。次に私の学生生活を彩ってくれているサークル活動についてお話しします。私は現在2つのサークルに所属しています。1つ目はこの森づくりの会というサークルです。ここでは東京都青梅市にある山に行って、実際の森林で下草刈りやあとは木の間伐などを行って、林業の作業を学生主体となって行っているという団体です。ここではこう木の皮を剥いたりとか木に登ったりとか普段はできないような体験ができて、とても有意義な時間を過ごせています。もう一つ私が所属しているのがコネクタというサークルです。これは農業系のサークルで、大学の農場の一角を借りて野菜を栽培しています。そしてそこで採れた野菜はこのように出荷作業を行って、大学にある夢市場という市場で販売しています。野菜の栽培から収穫まで全ての作業を学生主体となって行っているので、すごくいい経験ができているなと思います。私はもともと大学に入った時は農業には全く興味がなかったんですけど、今ではすっかり農業の楽しさに目覚めています。次に私の将来の夢についてお話しします。私の将来の夢は、世界の自然環境を守ること、そして人間と自然が共存した社会の構築に貢献していくことです。具体的には森林とか水循環とか流域管理という分野に興味があるので、そのような観点からこのような夢を叶えていけたらいいなと思っています。その実現のために、大学では今言ったように森林などに興味があるので、森林科学プログラムを選択しようと思っています。そしてその後は大学院に進学して、より専門的に学んで自分の視野を広げて、その後は環境省などの公的機関で働いていきたいと思っています。そして私の最終的な目標は国際連合で働くことです。国際連合の自然環境保全に関わる部門で働いて、世界にこう環境保全の分野で世界を動かしていきたいと思っています。そのように国際的な場で働いて世界の自然環境を守っていけるような人になれるように、今は英語とかフランス語のなどの語学の勉強や、あとは専門科目の勉強を頑張っています。最後に私の農工大のここが好きというポイントについてお話しします。私の農工大の好きなところは環境の素晴らしさです。まずここの今私がいるキャンパスは本当に自然が豊かで広くて、毎日過ごしているだけでとても気持ちがいいです。さらに広大な農場や果樹園、あとはヤギとか牛とかなど、実習する環境っていうのがすごく整っていて、都内の大学とは思えないほどに充実した勉強をできるのがすごくいいところだなと思います。
また農学系のサークルがすごく充実していて、その専門系の方でやりたいことがあったらすぐにチャレンジできるというのもすごく恵まれているなと思います。そしてもう一つ、私が環境の素晴らしさとして挙げたいのが周りの人々の素晴らしさ、温かさです。まず先生方は本当に気さくで話しやすくて、また助言教員制度という担任制度のようなものがあるので、すごく気軽に先生に将来について相談しに行ったりとか、研究についてのお話を伺ったりすることができるところがすごくいいところだなと思います。また学科内の人数があまり多くないので、学科内の同級生とすごく仲良くなれるというのもいいところだなと思います。実際私はこの学科に入って一生大切にしたいなと思える友人がたくさんできました。このように素敵な環境で素敵な人々に囲まれて学生生活を送れるというところが農工大のすごく好きなところです。はい、このように私は今農工大ですごく充実したキャンパスライフを送ることができています。ぜひ農工大でお待ちしています。ありがとうございました。